リライズニュースの編集を務めています、川名と申します。今日は、公立高校教員の辺見俊介様にお話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、お時間作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ではですね、早速質問の方入っていきたいと思うんですが、辺見様が描かれている夢やビジョンをお聞かせください。はい、よろしくお願いします。お願埼いし玉ま県す。で、公立高校教員してます、辺見俊介と言います。今回こういう場でインタビューさせていただいてとても嬉しく思います。はい、ご質問が、夢やビジョンをどんなお持ちですかということですが、私は今、学校の教員として働いているので、次の世代をより良いものにこう、作っていってほしいなって思っているので、生徒とか、生徒がこう人と人とのつながりをこう作っていけたりとか、社会がそれを通じてこうあったかいものになっていってほしいなと思って、今、仕事だったり、自分の活動をしている。というそんな形です。ありがとうございます。ちょっとお話聞いて、学校っていうと、勉強ってイメージありますけど、それももちろん含めて、そういう関係性だったりとか、そういう社会全体があったかくなっていくような、未来に向けての、そういうものを、残していきたいみたいな、そんなイメージでしょうかね。そうですね。学校ってとても面白いので。やっぱりこういろんなドラマが起きますし、生徒たちはやっぱ可愛いですし、そこを一生懸命やっぱ大人がこう、教員たちがサポートしているので、やっぱりこう、そこをもっともっといい場にしたいし、その先にあるこう社会とか、保護者とか家庭とか、そういったものをこう、もっとよくできたらなって日々思ってやってます。ありがとうございます。はい。私もちょっと思い出して懐かしい気持ちになりました。ではですね、そういった夢やビジョンを具現化していくのに、どのような目標や計画というのを立てておられるでしょうか。はい、ありがとうございます。具体的に、こう、明確な、こう、目標とか、計画とかはあるわけではないんですけど、今、自分で、こう、学校の中で、できること、も、そうですし、授業とか、例えば、文章といって、仕事の役割分担、私、生徒指導の仕事してるんですけど、この組織改革と、あと、授業も、生徒ができるだけチャレンジできるように、設計をしたりとか、そことこう、学校の外でこう活動とかもしているので、なるべく自分自身もチャレンジをしようっていうのが、しいっていうなら、目標かなと思います。ありがとうございます。では、そういったビジョンや目標計画を行っていくのに、現在どのような活動指針を持って、どんな活動をされておられるのでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと先ほど述べたのともつながると思うんですけども、今、学校内で行くと、授業がやっぱとても面白くてですね、今、3年生の、高校3年生の、私は社会科の教員なので、社会を持ってるんですけど、授業で結構こう生徒に、やっぱり自分で何か選んでプレゼンしてもらったりとか、プレゼンするような授業をしたりとか、あとは自分で何か社会を動かすようなアクションをしていきましょうっていうのをちょっと授業のゴールにして、マイプロジェクトっていうのをちょっと取り組んでるんですけど、そこが結構こう面白くてですね、やっぱりこういろんなチャレンジをセットもしてくれるので、そこがとても面白いですね。調べて発表するみたいな、そういうあれなんですかね。そうですね。授業とかだと、やっぱり自分で何かこう、人に説明するとか、自分で調べて物事って本当に本気で考えるようになるので、例えば人物とか、この中から誰か選んで発表しましょうとかってやると、結構漫画風に発表したりする子とか、あとは登場人物みたいなの、キャラクターみたいなのにして、それでこう、動かしながら説明をしたりとか、結構ね、面白いのが、ね、出てくるんですよ。
それが本当にもう最高というか、うん、面白いですね。あとは、その、マイプロジェクトっていうやつは、まあ、社会を動かしていきましょうっていうのをミッションに、まあ、あの選択の地理の授業でやってるんですけど、そこが今ちょうど軌道に乗ってきたところで、今あの、新しいダンスを作りたいですとか、あと、保育士になりたい子が、あの、お母さんが保育士なので、自分でなんか掲示物みたいなのを作って、お母さんが保育園にプレゼントして、評判を聞いてくるとか、結構いろんなことをあの始めようとしてて、そういうのとかをこうあの、まあ、一緒に伴走していくみたいなのが、あの今面白いところですね。はい、あと学校の、まあ、中だと、まあ、今生徒指導部の今主任をしているので、組織改革とか、まあ、やっぱ民主的な組織運営とか、そういうのをあの、まあ、頑張りながら、まあ、時代に合った生徒指導とか、校則の見直し、まあ、働き方改革、あとはやっぱりそのできるだけこう生徒の実態に合わせた、まあ、改革とかを進めているところで、今あのいろいろ悩みも悩みながらですけど、まあ、そこもあの楽しくやらせてもらってますね。まあ、学校内は大体そんな感じで、学校外もあの、あのいろいろ実はやらせてもらってまして、今のワークショップがもともと好きで、まあ、こうやっぱりこうみんなで学び合ったり、まあ、誰かがこう先生じゃなくて、みんなでこうそれぞれの知識を持ち寄ったり経験を持ち寄ったり、する、まあ、そのワークショップのデザイン、ワークショップデザイナーっていうあの肩書きを、青山学院の方の研修、講座かな、講座を受けて、ちょっともらあの肩書きを得ることができたので、ちょっとその活動なんかも結構してるっていう状況ですかね。それはあの、なんか先生が集まってやるとかなんですか？あ、そうですね。あの今自分でもあのやっぱり自分が教員やってると、実力不足というか、あの、学びたいので、いろんな、例えばゲストとかを、そのイベントとかに呼んで、みんなでお話ししませんかとか、こういったイベントやったりとか、今、あの、NPO、スクールボイスプロジェクトっていう、NPO の今、理事もやらさせてもらっていて、いや、そこもね、あの、面白い団体でして、こう社会に、学校の教員の声を社会にこう発信していくっていうのを、まあ、中核にした、あの中核に据えた、あの活動してまして、まあ、そっちの方でもこう教員向けのイベントとかあのやらせてもらってるんで、そっちも結構、まあ、あの日々面白く過ごしてますね。いや本当に学校の中外すごいですね。そうですね、まあ、あのラッキーなことにいろいろですね。はい、いやすごい活動的で、いやすごいなと思いました。ありがとうございます。まあ、大したことないんですけどね。はい、いえいえ。では、そういったあの夢やビジョン、今のこう活動するに至ったこう出会いとか、その中でのこう発見とか気づきっていうのは、どういったものが終わりだったんでしょうか？そうですね。まあ、こう、社会をあったかくしたいとか、はい、その教員っていうものが、その、やっぱ面白い職業なので、なんかそれをこう考えるようなきっかけになったのは、はい、そうですね、やっぱ教員になってからかなと思いますね。もともといい教員にはなりたかったので、さまざまなこういろんなところに顔を出して学ばせてもらってたんですけど、こう現場に入ると力のある人ってめちゃくちゃいるんですね。で、実際にこうものすごい経歴を持った先生もいるし、はい、生徒に一生懸命な人もいるし、職人的な技を持った先生もいるし、外に開けた先生もとても多いんですね。で、結構教員ってこう世間知らずとか分かりたいることもあるとは思うんですけど、まあ、もちろんそういう批判はしっかり受けた方がいいとは思うんですが、
それだけじゃない良さも持ってるので、うんうんうん、やっぱりこう教員の位置づけがこう低くなっちゃったりとか、なんか教育現場がとかって叩かれるようなこととか、うんうん、そういった声もまあ耳にするので、なんかそういうのとかを聞いたときにこうやっぱり自分で何かできないかなとか、まあ、そういうふうに思ったのが、まあ、おそらくきっかけかなと思いますね。うん、うん、やっぱ現場に入っててもそういうのは、まあ、現場に入ってるからこそそういう声はやっぱこう響く、うんね、うん、そうですね。まあね、ちゃんと批判は受けた方が当然それぞれの立場から物事がこう声が上がってくるので、当然それは受けた方がいいとは思うんですけど、うん、でもやっぱり現場の中でのすごい人ってやっぱいるので、うんうん、うん、本当にそれは日々思うなっていう感じですね。うん、ありがとうございます。ではそういった出会いやこう気づきのさらにこう背景にどういったものが終わりだったんでしょうか。そうですね、背景となると、まあ、やはりこう自分の多分話になってくると思うんですけど、はい、まあ、私両親が中学校の教員 で、はい、で社会と数学、父と母両方社会、父が社会で母は数学だったんですけど、まあ、一生懸命働いてたんですよ。でそれでこう部屋とかにも生徒、はい、まあ、クラスの写真とかを飾ってあって、うん、いい感じに飾ってあって、はい、そういうのとか見ていると、あ、やっぱこう教員って仕事として面白いんだろうなとか、うん、そういうのは日々感じてましたし、うんうんうん、まあ、あとはその周りに私は本当にラッキーなことにいい先生にたくさん巡り合えたので、うん、こう教員になる前もいい先生に会えましたし、まあ、なってから本当にいろんな人に迷惑をかけて、面倒見てもらったんですね。やっぱりそこが結構大きくて、はい、こう自分自身が悩んだ時とかに周りの人に助けてもらったり、うん、まあ、父と母にこう支えてもらったり、うん、そういうふうなやっぱりこう経験がやっぱあったので、うんうんうん、なんかこう教育に携わる人とかがもっとこう何でしょうね、力を合わせていけたらいいなとか、うんうんうん、でそういうのを通じて自分自身も成長したり、いろんなことを考えて、うん、人にこう何か還元できたりなとか、うん、人と一緒に頑張っていけたらなとか、なんかそういう思いがあるっていう感じですかね。うん、ありがとうございます。なんかいろんな先生に対するイメージってこう人それぞれあると思うんですけど、やっぱり本当そのなんていうんですかね、人間のこう関わる中でのこうあったかさとか、うん、なんか生徒を思う気持ちとか、まあ先生同士でこうもっといいものを作っていこうよみたいな、そういうなんかこう関係性っていうのがすごく見えて、なんかすごく気持ちがあったかくなりました、ね。ありがとうございます。はい。言ってもらえる。そういう先生たちがあふれる教育現場っていうのが今ももちろんあるとは思うんですけど、でこうそうですね、まあ、当たり前のようにというか、うんうん、なるとすごくいいなって話聞いてて感じました。いや本日はい、本当貴重なお話、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。私も貴重な経験をさせていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は逸見俊介様にお話をお伺いしました。お忙しい中ですね、貴重なお時間とお話ありがとうございました。ありがとうございました。